さあやっていこうじゃないか。いよいよもう終盤も終盤、日本シリーズ回でしょうな。模式用シリーズパート31です。どうもアザラシです。どうもアザラシです。さっき最初言った地方になってもらう。いやー日本シリーズ、まあ、現実でも日本シリーズやってたね。今ちょうどカープが1勝、ホークスが2勝 1分けという状況でございますね。まあね、野球のもうその何のために1年間野球やってるかって言ったら、この日本シリーズのために野球をやってると言っても過言ではない。これを楽しまずして野球ファンと言えるだろうか。いや言えはしない。戦力を増強することはできないまでもできないか。しかしいい選手だな金子誠25でこの安定感。もがさんも27とかだもんな。今日の鈴木誠也のホームランとかもすごかったな。上林もすごかったけどね。野球はいいね。野球は良いね。お久しぶりというかね、これ動画撮るのが、この野球撮るのがまだ随分久しぶりなんじゃないか。なんならだいぶ。遊ぼうネットもよろしくね。ヤッキュンが、いや僕ヤッキュン、先行発売されたプロ野球遊ぼうネットもよろしくね。このゲームの対戦データを持っていて遊ぶこともできちゃうよ。とにかく楽しいから絶対やってね。あれ、こんなのメッセージ来てたっけ。うん、覚えがないな。まあ日シリ、巨人との、こちら巨人との日本シリーズに向けて着々と準備を進めていく前日まではね、いつが前日なの、いつが前日なの、着々と準備を進めていく。ちょっとな、守備が A なのが気になる。本当はね、これ守備 S まで行きたいんだけど、多分こういうとこもうちょっとな、上がりきってないんだろうな、きっとな。それを上げるにはこのね、コーチの土井正造がね、あんまりそこがうまく、守備練がうまくないから、それするぐらいやったら、バチッとこう、打撃練習うまい部分で打撃を上げていった方がいいんじゃないかなというふうな、そういった感じでございます。まあ、多分今日のこの回はおそらくまあ日本シリーズ一戦だけやって終わりかなっていう気持ち、バッティングは素晴らしいんだけどな、もう守備は目も当てない。これでサードやってるからな、 DCC でサードやらしてるからな。ひどい、ほんとひどいことをしているからな。選手は、なんなら小笠原に変えて森本を守備固めに入れるっていうふうな集合ができるかもしれない。投手陣は、まあ、あんまりどうとかできる次元にないね。どうにかできる次元にないね。ウィース。あんまり大したことはないけど、151キロ、球威 B、制球 C。変化球は大したことない。これだけど、まあ、いい活躍したよね、今シーズンね。こういう感じでいいんだよっていう。野球つくの選手はこういう感じでいいんだよっていう。石井宏俊なんてね、もっとやってくれてもいいぐらいだけど。まあ、ピンチ D がね、足を引っ張っとるね。ピンチ D がね。あとスライダーがもうちょっとあれば。ってな具合で、見る。この癖が楽しいね。こういう癖の楽しいゲームを、ゲームっつったらやっぱまあ自分が操作するのももちろんだけれども、こうやってこうじわじわと育成を楽しめるっていうのもまだゲームの醍醐味というかね、そういうのもあり、それでもあり。
まあそういうのは2割ぐらいだけどね、自分のゲーム主体力の中の2割ぐらい。お1億4000万円ぐらい、1億円でした。したよりこっちの方が儲かるかもね。確かに実際1億とか儲かるかな、この球場を貸し出したことによって。さすがにそれは誇張なのだろうか、詳しいことは分からない。バシバシと練習をしていき、日本シリーズに備えると、日本シリーズに備えると。最近ピッチャー球早いよね。今日のとか言ってるけど、多分この動画上がった時には今日ではないから、ちょっと語弊があるというか誤解を招くけど、ヘルウェイグのさ、ヘルウェイグかな、ヘルウェイグって言っていいんか、ヘルウェイグ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 か、ヘルウェイグの球の速さ見た、158キロ投げてたぞ。この時代の野球つくの球の基準だったらもう158とかほぼ振り切れてカンストまでいっちゃうっていうレベルなんで、160は多分スピードのマックスだから。おお、日本シリーズ始まりました。勝ちたいならできることは全てやることね、頑張りなさい。言われてる、上から目線で言われてる。やってやろうじゃないの、やってやろうじゃないの。ヘルウェイグもだけど、モイネロとかもさ、151とか簡単にバシッとこう左から投げてバシッとこういくわけだ。石井宏敏はこの当時めっちゃ球速い、球速い言われて149キロだぞ。早いもん、時代が違うな時代が違うな、過去のゲームやってるから時代が、選手のあれがすごいわ。やっぱその全員やれだ、全員やれ、全員調整だ。てかなんで関根練習させてなかったんだ、うちのエースを。全員この日本シリーズは勝ちに行く、そういうものを全力野球で勝ちに行く。それでもいいでしょう、この勝ってこの野球つく、長くやってきたこの野球つくシリーズに終止符を打つ。これで勝って次のステージに進むんだ。そうだろう、あダメだ、やったら、あまあいいかやったらセーブできねえから、一回取り始めたら20分とか1時間コースだって、今一瞬頭の中で思ったけど、まあいいや、取れたら取った分だけもう上げていこう。上原、こちらもエースをぶつけるよ。打線はこれで完璧か、完璧か。うちの最大というか一番いいオーダーはこれか。本当か、右左、まあこれか。金子誠と田中健介の打順がちょっとうーんって思ったけど、まあこうかな。田中健介にホームランがねえからな。それ考えたらやっぱこっちか、こっちだな、こっちだな。よし、勝ちに行きます。この試合見ます。3試合分一気にお店はしない、一つ一つ行こう。やっぱり日本シリーズ楽しんでいこう、この一つ一つの試合をあまり飛ばさずに行くよ。そしてうわ、調子がいい、全然巨人とは違いますな、調子の良さ。第1戦、朝岡聡でオープンしました。やっていこう。いいな、新庄、坪井。この外野陣でやっていく。これまともに見ると何分なんだろう、一つの試合。まあ、YouTube だからさ。試合の生放送とは違うから、まあ、あれだよな。飛ばし見てくれて構わんよいやー、全部見ていく、さすがにそれは拷問か。通させる、上早い、意志が早い。
当時のね、やっぱ西の足の速さ、結構あの出色というか、あのね、外野で言うと高橋由伸とか松井とかいるけど、盗塁数はやっぱね西がダントツなのよね。お、一発狙いしてたのかい。これ見ると盗塁ゼロじゃんね。高橋由伸ってあんまり足速くなかったんだよ実はね。なんか印象ほどは速くない。むしろ松井和夫の方が速い。松井和夫じゃない、松井秀喜の方が足は速い。でやっぱ当時の巨人の中では西が一番足が速い。これが西でございます。いや外野フライだね。足が止まってるセンター新庄。何気ない送球がいちいち速い。松井歩かしていいんじゃないか。ダメか。33本。バカだ。バカが歩かしやがった。いやいや、初回から松井歩かすなんてもう明徳義塾の馬淵監督かよってなっちゃうから、それはダメか。ダメだよな。いや、調子が悪いっていうのを見てちょっとやれるかなと思ったけど全然やれんかったな。相手にもならんかったな。今のは失敗。今のは失敗です。まあなんとか動画20分ぐらいに収めたいから、今の松井のホームランの後はやっぱり例年通りというか普通の動画通りあれだね、あのちょっと進ませながらいきましょう。チャンスピンチになったらもう一回一球一球に切り替えていくというふうな形にしましょう。じっくり見ていきたい気持ちもあるけど、それはもうあの3勝3敗で迎えたみたいな、優勝決まる試合にしようか。3勝したらあの最初からもうあの感動もひとしおみたいな感じでやっていこうかな。優勝、この日本シリーズ勝つのが決まるような試合ではそうやってもいいかなと思うけど、まあまあこの初戦でね、いきなり最初のトレーニングの部分もあったからね、最初からいきなりそんな全部見せちゃうと、ね、食当たり気味の清原ギョーと丸原さん、名前を呼んではいけない人がファーストを守って。結局さ、薬物に手を出すのはなんでなんだろうね。お金もあってさ、知名度もあってさ、まあ地位もあってさ、それでなんかそういう、なんでなんだろうね。よほど俺とか人生積んでるんだなっていう、なんか逃避しなくちゃいけないものがあるのかね。わかんないんだよな、そういうのはね。その人になった時、その人の気持ちになってみると分かんないんだけど、家族とかもいてさ、ちゃんとお金を持ってて、それで、なんでそんな、ねえ、野球選手という一つのすごくステータスを持っていながら、なぜそう、薬とかに手を出してしまうのか。悲しいよ。名前呼んではいけない人が一塁に出てしまった。そして、マルティネスだ。へえ、懐かしい。あ、清宮の打席。日本シリーズ初の清宮の打席です。調子が絶好調だな。うえ。カレー。ハリバット。いや、巨人強いぞ。巨人というか、上原が強い。強い。そりゃそうだ、防御率2割5分だもん。じゃあ、いわゆる防御率 2.05 だもん。これはなかなか。稲葉のホームランに期待もちょっとな、難しいよな。いや、これは、走れ、サード。チャンスではある。でも打率1割9分4厘の打者にチャンスを期待してもな。走らせるはないし、代打もありえない。いける、よし、
よし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 、ここで1点返したのは大きいよ。十分でしょ、十分でしょ。このヒットは、これ田中健介、ツーアウト追い込まれてますか。ツーアウトだし、まあアウトカウント、これまあ たとえ倒れたとしてもね、次の回がおそらくファース1番からいけるから、まあまあ繋いでもいいし倒れてもいいしみたいな。あ、でも繋ぐのもいいな。一球見ていくか。いや、指示は出さん。フルカウント、ツーアウト、フルカウント、走って、いやーフォークで、まあまあまあ上出来上出来、ここまで。今小笠原一周したよ。西がやべえ、どうする。今変な守備したね。さあ高橋由伸の打席でございます。あれ原じゃね、今サードにいたの原じゃね。この時の巨人は監督長嶋、ピッチングコーチ香取で、バッティングコーチ原っていう感じかな、焼き付く的には。よし、ナイス。まあ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 、この1点はまあやむなし。ガンちゃんは頑張って投げている。普通に負けそうだな、なんか簡単に4点取られちゃったもんな。強いぞ強いぞ、きっちり行ってくれ。レフトフライ、エラーだ。シンス、普通の攻めだね。うちの、ちょっと待て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 、ダブル。もうないよな、バントはやめてくれよ。バントは小笠原にバントはありえないんだから。よし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 、上原浩二とはいえうちの打線はそんなにやわじゃない。これすごい、見てくれこのつながる打線を、完璧じゃないか。そして坪井が盗塁して、得点圏で清宮が打席に入ります。無警戒、ここで入れてくるぞ。ここを狙おう、ここを勝ち上げよう、長打狙い。よっしゃー、今のスライダーでしたね。ツーストライク追い込まれても長打狙い続けるよ。いや、まあ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 、まだまだその初めての日本シリーズということで、うちの清宮くんがね、あんまりそのまだその打席で感覚をつかめてないけど、遅れを取ってるね。だけどまだまあまだ初戦だからわからない、これからまだわからないから。おバンドを頼みます、シャーマンおバンド歩かして、よし、いかねえか。さあ金子誠だ。ここ稲葉でなくていいのかという、そういう声も聞かれるけれども、ちょっとこれが、ちょっ、稲葉か。ライトフライだよ、ただの。まあ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 、
あ、もう20分だって。時間が経つの早いね。このまま7回8回まで一気に飛ばしていきたいね。まだ多分試合のこのハイライト的な部分はまだ来てない。そういうのを見極める目を持っていこう。まだこの辺りはどうということはないです。ランちゃんも5回ぐらいまでは投げさせたい。フォアボール、よしよしよし。ここも多分ね、そんなにチャンスにはならないと思う。それが盗塁させまくってるな。盗塁させまくってるのが、果たして野球的にどうなのっていう問題あるよな。もっと盗塁決まらないでほしい。日本シリーズ、今年の日本シリーズなんて甲斐の肩の強さがすごいね。甲斐の、あのホークスのキャッチャーの甲斐拓也のさ、あの肩の強さたるや。もうそのこっちのカーブの一番速い、足の速い選手とかをちょっとこう走らせてみても手も足も出ないもんね。なんであんな肩強いのって言われて強いの。あれは、あの盗塁阻止ってのはキャッチャーの力っていうよりはむしろその投手陣のクイックとかそういうことじゃっていうふうになんかで見たような気がするけど、野村さんあたりが出てるような気がするけどさ、それにしたって甲斐の肩の強さは何だっていう。ホークスのチーム自体が、なんだろうな、その盗塁というか、そういったその牽制も含めた、走塁への、相手の走塁への意識が高いのか、投手陣がって思うぐらいに、盗塁阻止が徹底して高いというか、高谷もね、盗塁阻止高いしね。何なんだろうな。達川がすごいいい教え方してるとかなのかな。うん。コーチがね。まあ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 、何にしても、現実、この野球のゲームの方では盗塁はバシバシ決まるんだけど、現実盗塁がもう、日本シリーズで今のところ、カープとソフトバンクの日本シリーズで、カープ側の盗塁は6の0だからね。6回企画して、すべて刺されてるっていう、そんなにかっていう。そんなに刺されるか盗塁がっていう。だから俺はもう野球つくをもうちょいね。しゃーなし。しゃーなしだな。野球つくをもうちょっと盗塁刺されていいよ。その方がリアル感がある。こっちがこう、簡単に盗塁できちゃ面白くないわ。と言いつつも、と走る場面を走っていく。野球つく的にはね、巨人のキャッチャーの村田義則も別に肩弱くないんだよね。 A ぐらいあった気がする。 A ぐらい余裕であった気がする。その選手はこんな簡単に刺されちゃうな。簡単にこの盗塁許しちゃ面白くないんだよね、野球的にはな。これはだってこんな簡単に盗塁できちゃうもんな。それはやっぱ違うんだよな。いい、走れてもあんまり変わらない。車の追い越しみたいなもんだな。車を追い越ししてもあんまりこう、現地到着時刻は変わらないみたいな。盗塁できても得点はあんまり関係ないみたいな感じですね。さあ、5回終わりました。5回終わって、スリーベース。マルティネス、センターフライ。6回終わりました。なんとガンちゃんが頑張ってる。ガンちゃんは頑張ってる。が、新庄、出塁してほしいなぁ。いやぁ。7回まで行っちゃう?いけるね。ここで、西清水に打たれない。左だから次で左のピッチャー出していこう。さあ、清宮だ。坪井が盗塁しての打席に迎えるは、ここまで、これといって活躍を見せてない清宮が、おっと完全に清宮がブレーキになってますね。さっきの打席も三振だったのあれ。そしてこれかい。ちょっと待て、どんだけガンちゃんに投げさすんだ。石火落とし抑えれなんだら変えるよ。
松井を。石井宏斗ピンチ D だからね、そこは見てるよ。打たれてランナーが得点圏に進んだら即変える。このまま投げさせていいかな、このままでいいかな。4-3か、走らすの。イエーイエーイ。焼きつく的にはね、確か高橋由伸ってそんな足遅くないんだよね。落ちたか、落ちたか。焼きつく的には高橋由伸は、あ、CA だね、CA だ。CB でいいね、 CD でいいな。注文をつけて焼きつくの。さあ8回、もう残りだ。こっちのバッターは残りあと 6つアウト取られたら終わりだ。川本の防御率 1.77。ここは歩きたいね。歩いたらすぐダイソー石本出すよ。よしよしよし、振るな、2球ほど振るな。よし、走らせていいね、いいね。これはこれはいいね。石本でしょう、うちの俊足ダイソー要員。ちょっと危なかったな。巨人にもその走塁のスペシャリストというか、ダイソーのスペシャリストと呼ばれる人がいたけどね、鈴木だったから。ダイソーなんてのは、まあ、そんなに注目されるポジションじゃないけど、実際いるはいるでね、いるはいるとちょっと便利よね、特にこういうゲーム的な。して、うおー、こういうとこ牧原、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。そしていつ、おい、走れ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 、よし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 。おい、なんでファーストは走ってないんだよ、ファーストなんで走ってないんだよ。おい、いいじゃないの。ちょっと待てよ、どうする。失敗したな、ダイソー。いや、失敗していない。ここはダイソーに、いや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 、ちょっとわからん、バント。ちょっと待って、迷ってる、めちゃくちゃ迷ってる。稲葉にダイソー、森本を出して、森本に盗塁させて野口にバントか。ひちょり呼んであげて、名前をピンチランナーひちょりって呼んであげて。きわきわきわ、まあまあ、そうそう簡単に牧原からヒット一本打つのは難しいと思う。でも、それでも信じて打席に送るべきなのかな。まあ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 、いいや、サードに行こうが、サードだろうがセカンドだろうがあんま変わりはしねえか、得点の期待値は。こういうところで打てません。田中健介に任せる、すべてを。うそ、うそ、見よか。ここで右だな、うち一番2番目ぐらいに安定感があるのはこの桜井幸宏、
ゆきひろ。こんな選手知らねえよって気がするけど。まあ。そうだ。いろいろいじってね。いろいろいじってない。守備を、ここと、あれ？これしたらさ、DH 解除されない？されるよな。まあ DH 解除されてもこうするかな。ちょっとやっぱレフトを森本が守ってるというのは危ない。まだ外野の適性のない森本が守ってるというのは。丸ちゃん怖いな。まあまあ時代的にはね、知らない人が多いと思う。マルティネス、まあ大体こんな感じよ。大体こんな感じよ。体太くできない、この焼きつくの、体を太くするというのがない焼きつくにおいて、この顔の大きさだけで体の大きさを表現してるっていう面白みがある。体の大きさはみんな変わらないからね。顔の大きさで体の大きさを焼きつく的には表現してる。頼むぞ桜井。マルティネスにフォアボール与えたよな。ちょっと不安だな。次の西まで行かせるつもりだったけど、まあ大丈夫かな。多分大丈夫かな。ストレート。9回表4対4。まあ、ここまでは致し方なし。どちらにしようかな。天の神、こっち。系統策に出ます。清水秋夫。清水対清水の対決。なぜこっちの清水にしたかっていうと、まあ、スライダーがこちらの清水の方が少し上なのと、まあ、シュートボールを持っているっていうところでゲッツーを狙っていきたい。今の球とかを引っ掛けてほしかったね。まあなんでしょうな。ここから左3人続くけども、できればちょっと待ってくれ。いや、いやさせる。なんでなんだ。もうピッチャーがさ、すぐキャッチャーのカバーに行きゃ今のアウトにできたんじゃない。しないスピッチング。まさかのワイルドピッチでの1点で、これが主君打になってしまうんでしょうか。終わった。今のボール球だった。もう一回リプレイで検証してくれ。リプレイ映像見せてくれ。あーもう見れないもんな。自分だとで見よう動画。ボール球だった今。終わった。4点差は無理だって。怖えな巨人打線。いやちょっとどうしようもなかったな。この系統間違ってないと思うし、清水三振取ったところも別に、まあよかったと思う。こうやって三振下取れてる。それホームランか。こっちは4点取れるだけの打線ではある。牧原から、あ、時間がもう34分。恐ろしい。試合を楽しんで見すぎている。2ストライク。
この辺りで、この焼きつく的にはこのね、牧原はフォークボールのピッチャーって感じですね。いやー、レフトフライ、センターじゃん。なんとか出塁してほしい。球も速いんだよな。球速くてフォークがあるんだよ。そういうピッチャーなんだよ、この焼きつくの牧原。球が速くてフォークがある。ちょっと年齢が高めっていうね、時代的にはちょっともう終わりかけの選手って感じで。何歳？ 37 歳だ。もう終わりかけだよそれ。うん、でもこれ多分すごいぜ。新人選手的に言うから牧原はすごい選手だからなってただろうなっていう、そういうステータスを持って37だけど、ただもうこの牧原はほぼほぼ終わりかけの選手、終わりかけの選手、打てなくちゃいけない。新人っていうか若い頃の牧原だったら無理かもしれないけど、この牧原は打てなくちゃいけない。フォーク、スライダー C、 フォーク B ぐらい。まあ2球見るか、絶対振るな。2回、よし、さあ舞台を整ったな。整ってないわ。ここでたとえホームラン打ってもまだ1点差で負けてしまう。三振、ほじゃ三振、警察、完全にあれだな、流れを止めてるな。逆シリーズ男とかした。清宮、ちょっとどうだろうね。石本をそのまま打席に送り出すのは、まあ奈良原かな。奈良原が打ってもちょっと厳しいけど、代打は結構当たってるよね。よし、頑張ってるよ。ランニングある、ランニングホームランある、ランニングいけ。そこまでは DH 解除という世にも奇妙なことどうなんだこれ。清水そのまま打席に送り込んだ方がいいか。チャンス C の清水とチャンス D のヴィンセント、迷うな、これは迷う。こうだも長打も全くない清水と、チャンスだけは、チャンス長打とこうだあるけどチャンス全くない。このまま清水打席だね。こんな作戦ねえよDH あるのに DH 解除して最後はピッチャーを、おっ、マジかよ。よし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 頼むぞ野口、おい、ここで決めてくれ。ストライク、追い込まれましてしまいました。追い込まれてしまいました。もう録画時間が39分になってるんですけれど、どうするね。外野がひでえな。外野できるやついねえ。このまま行くしかない。レフト奈良原だ。でピッチャー立山を入れて、もう外野には飛ばさない体勢を、外野には飛ばさせないぞ。一球、もうナイス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 。立山はそんな立山は打てるようなピッチャーではない。よし、ちょっと待て、この牧原は、この牧原は
倒せる牧原だった。走るよ、それでも走るよ。2回検査されてて何のその。よしよし、いけ、小笠原決めてくれ。もう一度牽制です。もうドラマが待ってますね。やっぱ野球ってのはドラマですね。筋書きのないドラマ。まさかこんなし長い長いのに長い試合になろうとは。88、またまた牽制、頼むよ。バカ、いやバカじゃない、これ今誘いだ。なぜキャッチャーフライなんだよ、なぜキャッチャーフライなんだよ。いや敬遠かい、これは、これは敬遠かい。今一瞬立ってたよな、敬遠してくれよ。清宮ドラ、嘘だー。11回、しかしこのまま立山続投でございます。よーし頼むぞ、もう一発で決めるしかないんだから。試合が長引いております。延長戦でございます。最初から延長戦、盗塁させれるもんなら盗塁させたいけどね。あ、バントか、なるほど、うん、いいと思う、バントでいいと思う、バントでいいと思う。うん、いいね。勝った。記録はイルダースチョイス。金子、あ、バントかい。まあいいや。まあ任せよう。監督の考えに任せる。バントでもいいと思う。できるなら。まあ、中途半端よく、中途半端はそれだよ。中途半端よくねえって思ったけど、それだよ、まさに。どうする立山、立山のチャンスには悪くないよな。ヴィンセントを出すよりは、まあ、立山でバントか。そうだな。そうだな。それは普通だな。いや。まあ、長打狙いで、まあ、振り回してみたら、とりあえず。何か奇跡が起こるかもしれんし。疲れてきた。まだ大丈夫か？いけるな。変えた方がいいか。いや。ホークス対カープもね。あの初戦から引き分けだったけど、こっちもなかなか重たい初戦が繰り広げられてますな。出塁できない。立山どこまでいける？まだいけそうだな。さあ、お、岡島じゃん。全然ピッチングフォームが固有のユニークピッチングフォームじゃないけど、この時の岡島、まあそんなに注目度は高くない。まあね、岡島といえばもちろんあのなんかこう担ぐようなね、あっち向いてほいじゃないけど、そんな投げ方をしてましたけど、後にメジャーにも渡り、ジャムにも在籍。フォアボールでいいな、これは。これはフォアボールでいいぞ。フォアボールでいいぞ。フォアボールしたら、フォアボールだったら小笠原盗塁すぐするから。するから。なんかさ、小笠原がブレーキになってない？
ヒット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 。小笠原は頼りないが、坪井は頼りない。そして、すかさず通る。さあ、舞台は整った。これが舞台は整ったってやつだ。何もできない焼き付くではあるが、何もっていうかその、自分でプレイしてる部分では通りを出すぐらいな。選手交代では通りぐらいしか、させない。出せない焼き付くだが、終わんねえ。だから決めてくれってわけにいかないもんな。単打しかないもん。打つ手はないね。ただまあ打つ手はないって話。ここでランナー走らせてもしょうがないしな。代打を出すのもちょっと違う気がするし、フォアボール。成り行きに任せよう。金子誠が次。金子ならワンチャン、ワンチャンマンツーベースがあるぞ。マック、頼みます。牽制するね。いいんでないかい？いいんでないかい？さよなら！よし！よし！いい試合出た。野球ってのはいいもんですな。自分でやらなくてもこんなに楽しい。見るだけでこんなに楽しい。ここ飛ばしていいですか？ここ飛ばしていい。ここ飛ばさせてください。で、セーブして、とりあえず寝ます。セーブして寝ます。おお、簡単に勝つじゃないの。大吉成績。誰かがすごく打ったっていうわけじゃないんだ。まあ、田中健介かな、この試合の。小笠原の一本、田中健介。投手陣の成績から言うと、もう責任一人で9回投げきって。どんなエースだ？セーブしよう。いやーよかった。いい試合でしたね。そして、この模式をシリーズ最長の動画になってしまう。50分ぐらいになってしまう。おかしいだろ。どんだけ楽しんで野球見とるんじゃ。ねえ。やっぱ野球はいいね。野球はいいね。ということで、まあ、セーブして、今回は終わりにしよう。パート31はここまでっていうことにします。次回、パート32は、また試合をじっくり見ていこうかな。見ていこうかなと思います。ね、日本シリーズの、そう、ホークス対カープの日本シリーズを盛り上がってる最中ではありますが、その最中にこうちょこちょこって上げていこうかなと思います。やっとね、ちょっと時間的に余裕ができたんでね、また動画の方をどんどん上げていこうかなと思います。それじゃあまあ、模式用シリーズパート31でした。ほなまた。